今までにない、まあ、ドラゴンボールのバトルを、プレイヤーに遊んでもらうために、まあ、1対1では味わえない、まあ、2対2のチームバトルに特化した、作りを目指しています。そうですね、今回ですね、最大4人でのプレイが可能なゲーム、2対2のチームバトルっていうところをですね、ゲームとしてやっていこうという時に、その4人でのプレイっていうのに、まあ、PSP が非常に素敵な、ハードだと。そうですね、今回、メインモードの、ドラゴンウォーカーモードではですね、サイヤ人編から、そして、魔人ブー編までの流れを、ゲーム内で楽しめる、じっくり楽しむことができるようになっています。そうですね、キャラクターは、まあ、今回 PSP で新シリーズではあるんですけれども、70キャラクター以上、各シリーズ、各サーガーから登場してきて、人気のところは、ほぼ抑えているんじゃないかと思っています。まあ、今作では、まあ、PSP の、まあ、ドラゴンボールの、タイトルの中、まあ、過去発売された PSP のタイトルと比較しますと、キャラクターに、使用しているポリゴン数が非常に今回多いので、より滑らかなタッチのキャラクターに仕上がっています。SE に関しては、まあ、据え置き、まあ、PS3 とか360と、同様の手法で開発しているので、クオリティが高いものになっていると思います。そうですね、最大4キャラでのバトルっていうのが今までのドラゴンボールのバトルゲームにはなかったものなので、今までの、展開シリーズにあったような、コンボ必殺技なんかはもちろんあるんですが、それ以外にですね、2対2ならではの、まあ、戦い方みたいなところもいろいろゲームに入ってくるので、そこが非常に新しいと思います。 PST なのでもちろんアドホック通信に対応していますので、もうドラゴンボールファンで持ち寄って遊ぶことができるようになっています。ですね、ファンの皆様からも非常に今まで要望のあった、多人数バトルっていうのをついに実現できましたので、ぜひですね、やってみて、多人数バトルのドラゴンボールバトルっていう楽しさを、ぜひ存分に味わっていただければなと思っております。